はい、皆さんこんばんは。音声の方は大丈夫でしょうかね。あ、大丈夫そうですね。OK。コメントの方、前回もそうですけれども、バシバシお寄せください。なるべく、はい、こんばんは。皆さんが出してくれたコメントに可能な限りお答えできるようにしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。なかなかね、トライフープ岡山の、普段応援してくれてる方だったりファンの方々にはヒヤヒヤする内容が多いのかななんて思ったりはしますが、まあその辺も 100% 皆さんがね喜ぶ内容ではないかもしれないけれども、まあ、少しでも安心をしてもらえるような情報を発信できたらなぁなんて思っています。まあ、何人の方が見ていただいてるのかな、これは。24。はい、こんばんは。まあ、早速ちょっとお話をしていきましょうかね。昨日ですね、昨日の15時に B リーグのオフィシャルサイトの方で、自由契約者リストというのがあるんですけれども、まあ分かりやすく言ってしまえばフリーエージェントのリスト、この選手は今、チームが決まっていませんよといった内容のリストがあるのですが、そこに我々の選手11人乗りました。僕もいっぺんに11人リストに公示するっていうのはなかなか聞いたことがないので、その当事者になるとすごくびっくりはしているんですが、まあちょっとちょこちょことそんなところも説明していけたらなというふうには思っています。で、皆さんに、まず理解をしていただかなくてはいけないのは、自由契約者リストに乗るイコール退団ということではないんです。保有権と言いましょうか、そのチームが優先的に交渉できる権利というのが、所属チームには与えられていて、そこをこう我々が継続の交渉を先にできるんですね。で、それは実際はもう、年明けぐらいからはできるんですけれども、それの期限が、シーズンが終わった最終日程から1週間以内に継続の打診をするのか、そうではなくて満了のお知らせをするのか、チームで話し合ってくださいよという1週間が設けられるんですね。で、まあ、本来であれば、5月の10日がそのリミットだったので、まあ、このタイミングでの発表だったり何だったりにはなってはいるんですが、今年はコロナの影響でね、2月3月でほぼほぼシーズンがもうシャットダウンという形になってしまって、ちょっとイレギュラーといえばイレギュラーではあるんですけれども、まあリーグの規定としては本来リーグ戦の最終戦があった日から1週間の中で、チームとしては何らかの意思表示はしてくださいよ、で選手と話し合ってくださいよっていうことですね。はい、はい、じゃあ本題に行きましょうか。我々の11人ですね。まあこれ全部はお伝えすることはできないんですけれども、選手のプライバシーもありますしね。僕らもいろんな兼ね合いがあってお話できるところまではギリギリお話をしていこうかなというふうには思っています。まず分かりやすいところからいきましょうかね。背番号39番中島悟。これはもう、岡山をご存知の方はね、わかるとは思うんですが、これはうちの代表ですね。社長でございます。で、彼は今シーズン最初はずっと選手登録をしていて、途中からインジュアリーリストで、復帰の機会を伺ってはいたのだが、シーズンがコロナの影響で、やむなく中断というところで、彼も戻ってくるタイミングを失ったというところでございますね。選手としての契約を、
どのタイミングでまたするのかがわからないというところで、一旦契約満了ということにさせていただいております。これに関しては、浜野選手も、我々の社員に、シーズンの途中から切り替わりました。なので、まあ、今後の行方がまだわからない、というところで、また先のことが決まればまた発表させていただくといった感じですね。なんで中島、浜野、あと去年アシスタントコーチ兼、選手の大森勇とかも、同じの状況でございます。我々の組織の人間なので、組織から外れてしまった、退団してしまったというわけではないんですけれども、今後の、それが選手であるのかどういった形であるのかっていうのがまだ、はっきりとしていない、もしくは皆さんにまだ発表できない段階であるがために、一旦、契約満了という形で、これはあくまで選手としての契約のところなので、はい、あの組織には属しています。はい、次行きましょうかね。ジェフリー・パーマー選手、ナイジェル・スパイクス選手、テレンス・キング選手あたり行きましょうかね。あとは、まあ遠山選手、小坂井選手、甲斐選手、福井選手も、そうですね。今、リーグの中でも、じゃあいつバスケットが果たしてできるのかっていうのが、B1、B2、B3 ってそれぞれのリーグが話し合ってる中で、非常にまだ、やっぱり決断がしづらい状態、政府の判断もやっぱり日によって、刻一刻と状況は変わっていきますし、ね、コロナの状況が変わればやっぱり政府であったり行政も何らかの対応をしなければいけない。でそれによって、リーグ、まあ、どのスポーツもそうですよね。どのリーグも、対応を変化させなければいけないといったところで、まだはっきりと、いつバスケットが再開できるのかっていうのがわからない状態で、いろんな案が出てます。通常通りやることを目指すべきなのか、それとも、シーズンを少し遅らせるべきなのかとか、無観客でやるべきなのか、それとももう一年丸ごと休んでしまうべきなのかとか、いろんな案が出ている中で、それぞれ一番いいものは何なのかっていうのを、本当に、代表者であったり、リーグであったりとか、まあ、各、チームのフロントをいろいろ話し合ってきてます。本当に毎日のようにそれこそ話し合ってはいるんですけれども、やっぱりなかなか結論はすぐには出ないものであって。で、その中でも、まあ、いつシーズンが始まるかわからないといった中で、僕らも、今挙げた選手ですね、外国人並びに、遠山、小坂井、向井、福井、甲斐といった選手に対して、来季どうなるかわからないのに継続のお願いのしようがあまりないと、やっぱり限られた予算の中でのやりくりをしなければいけないわけで、まあその中でない袖を振るわけにもいかないですし、ね、本当は、いや、もうぜひ残ってほしい、これだけ用意しますって言って、シーズン開けてみたら全然試合が12月になっても1月になっても始まらないって言ってて、それはスポンサーさんもやっぱり対応を考えますよね。返金とかっていうことも、まあ本当契約ごとですから、本来はないんですけれども、そういったことを言われる可能性もゼロではないですし、どこのパートナー企業さんっていうか、まあ地元企業さん、どこも大変ですし、やっぱり予算がこう今の段階で立たないっていうのが、今まあ僕らだけじゃなくて、どのチームもそうだと思うんですよ。B1、B2、B3 って。だからこんなに今年自由契約、選手がわーって出てるのかなとは思うんですけれども。で、まあ例年だったらここからちょこちょこ決まっていくんですけど、多分決まるのがよっぽど遅くなるんじゃないかなというふうに僕は思ってますね。かなり例年よりは遅くなると思います。なので、選手に伝えさせていただいたのは、今の段階で契約を続行するっていうことを、こちらから無責任に打診するわけにはいかないと。だからといって君たちのことをこう完全に、知らない人間として扱うわけではないと、
また予算が出てくれば、どれだけの選手の枠を確保できるのかっていうところもはっきりしてくる。で、その中で、その予算に合った、選手構成に合った選手として合致するのであれば、それはまたお願いしますねというようなことは言ってはいますが、オフシーズンはかなり流動的に物事が変化していく時期ではあるので、そこら辺は戻っていきたい、もしくは戻ってほしいって思ったタイミングで、その選手がもう次の移籍先決まっていたりとか、選手が戻ってきたいって思ったタイミングでも、よりコストパフォーマンスがいい選手を獲得できてしまったりとか、もしくは予算が全く足らなかったりとかっていうことも全然あり得る話なんで、まあそこはお互いにビジネスなんで理解しなければいけないよねというような話はさせてもらいました。吉崎さくらさん、熊本みたいに開幕が見えるまではギリギリの人数だけ契約する感じでしょうか。その可能性はあり得るとだけお伝えしましょうか。はっきりとは言えないですね。予算がいつ、まあ本来だったらもうこの時期に予算が立っていたのですが、コロナの関係でやっぱりスポンサーさんがちょっと待ってって言ったりとか、考え直させてって言ってることが割と多かったりするので、で、まあまあさっきからスポンサーさんパートナーさんってすごく言葉を何回も重ねてますけれども、収入源ってそこだけじゃないんですけど、やっぱり岡山で今僕らがメインのやっぱり収入源はパートナー企業さんからの支援だったりとかっていうところが多くて、もちろんそこをもっと健全な状態になるように、僕らがもっとお客さんをチケットを買っていただいてっていう面白い試合をして見に来てもらうっていうこともやっぱり取り組んでいくべきだし、もっともっとね、去年ももちろん頑張ってはいたんだけれども、フロント社員はもっとやらなければいけないことはたくさんあるんだけれども、じゃあ試合がいつやるのっていうところで、で試合がなければやっぱりパートナーさんもそこまでね投資する理由はないよねって言ったようなところで、かなり難しい状況にはなってますね。で、まあさっきの話で付随をすると、付随していくと、まあ11人、自由契約者リストに、公示はさせていただきましたが、どの選手にも本当に感謝しかなくて、やっぱりこの時期って、まあ僕は今まで選手側、2回目なんですよね、この契約交渉をするっていう作業が、去年の地域リーグから B3 に上がるタイミングで選手の皆さんと契約していただく、で今年で僕2回目なんですけれども、本当にやっぱりワンシーズン頑張ってくれた選手たちに対して本当に感謝しかないんですけど、どうしてもやっぱ先の方が気になるわけで、選手っていうのはそこをこうどうやってうまく伝えられるかなってすごく僕の中でも難しいところだよなとかっていうのは思いました。とはいえ感情でやっぱりやってるビジネスではないし、僕らも決めなければいけないところは決めなきゃいけない。で、構想外だよっていう選手たちに対して、ごめんね、鼻かまして。構想外だよって伝えた選手に対して、ああだこうだ感情的なことを言っても、僕はあんまり助けにはならないなとは思って、ではいるんですよね。だから割と要件だけズバッと言って、あれ選手の方からも要件であったり、質問であったり思ってることをまあ洗いざらい話してもらってっていう形にはしてはいるんですけれども、やっぱ伝えたいことってすごくいくらでもあるのに、それを伝えるのがやっぱり適切ではないタイミングもやっぱり僕のポジションだとどうしてもあったりとかして、そこがなんかこの仕事の嫌なところだなとかっていうふうには思いますよね。どんだけ言葉を重ねてしまっても、僕は実際選手として12年間やってたんで分かりますけれども、特にキャリアの最初の方っていうのは、どれだけ言葉をフロント側が重ねたとしても、でも結果はいらないんでしょみたいな
形になったりとか、いや結果でも出てくるお金がそれだけなんでしょって、僕の評価ってそんなもんですかっていうのがやっぱ考えるところは考えるんで、そこはもうどうなんでしょうかね。僕は今の段階、僕もきっといろいろやり方を模索しながらこの先この仕事を続けていくんでしょうけれども、今の段階ではもうお金であったり条件であったり、僕らができること、僕らが今の段階でできること、今年できること、もしくは複数年であればその2年間3年間の中でできることっていうもののみをしっかりと伝えて、余計なことはやっぱりあんまり伝えない方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりはしますね。あの契約解除しなければいけない選手であれば、そこも一緒だと思います。こういうことになって、契約解除になります。これ以上お話を、まあ、僕らからできることはこれ以上ないと。で、この先のオプションとしては、じゃあ移籍するのであればこういう手続きを踏みます。引退するのであればこういう手続きを踏みます。っていうことをもうただ淡々と伝えるのが一番健康なのかなとは思いますね。そこに感情が混じってきちゃうと、なんかあんまりいい仕事にはならないのかなっていう、クオリティの部分でね。こうやって個人的にはすごく思いますけど。大丈夫かな？これアーカイブ残せない内容かもしれないね。ちょっと後で広報さんに聞いてみるね。感情とビジネス、プロスポーツは特にシビアだけど、どんな業種でも一緒な部分はありますね。そうだね。どんな業種でも一緒な部分はあります。と思います。ただ、日本ってほら、正社員っていう概念がすごいじゃない？あんまり僕は詳しくないんだけれども、ずっと今まで契約ごと個人事業主、まあだから言ったらフリーランスと一緒ですよね。みたいなところでやってきてるから、すごく正社員に対して手厚いのでしょ。だから首を切られにくいし、首を切られた場合の、首を切るって表現があんまりそもそもなんかふさわしいかどうかはわからないけれども、首を切られた場合でもその手当であったりとか、その後のオプションっていうか選択肢が割とこう多く用意されているイメージですね、僕は。日本はNBA みたいにシーズン中止になったらサラリー減額という契約内容が追加されるチームも出てきそう。そうですね。まあこれどうなんでしょうかね。チームとしては自分たちを守らなければいけないから盛り込みたい内容ではあるけれども、選手としては追っかなくてこれは認められないっていう選手はいるでしょうね。特に B ぐらいだったらいるでしょうねとは思う。で、B3 ぐらいだと意外と持続化給付金の助成金で多分だいぶどうにかなる。多分コロナになってもうその時点でサラリーストップしてるチームとかもあっても不思議ではないとは思うんですよ、僕は。なんで、まあ、外国人の契約はひとまず置いといて、外国人っていうのはもう結構みんな契約内容がまちまちなんで、もう返したら返した時点で終わりなのかとか、返したら返した後の1ヶ月は保証するのかとか、返したとしてもシーズン全部保証しなきゃいけないのかとか、ちょっといろいろ結構まちまちなんですけど、日本人はだいたい一緒くたなんですよね。で、まあ、じゃあ、シーズンが終わりましたって言って、B3 レベルぐらいであれば、おそらくそこで契約、給料をいった、まあ契約解除をチームがして、もう払えないんだって言っても、多分選手たちは持続化給付金のお金で、まかないそうな気がしなくもないなとか思ったりはしてます。そうですね。スポーツ選手だけじゃなくて、普通に仕事している人ですらどうなるか分かんないですからね。本当におっしゃる通りです。はい。
じゃあちょっと自由契約者リストの話が出たんで、今現在リーグ B1、B2、B3 含めてちょっとなんか、あ、こんな選手が自由契約になってんじゃんっていうのをいろいろ好き勝手に僕が喋らせていただきましょうかね、ふざけながら。ちょっとなんかちょっと明るい話題にならないとさ、まあ明るい話題でもないんだけどね、みんな自由契約者リスト、だからもうこれ居酒屋と一緒ですよ。あの、この選手リストに載ってんじゃん、なんでみたいな。僕が気になるところからこう見ていきましょうかね。まあ、パソコンで見てる。あ、いいですね。この選手気になりますね、僕。3円ネオフェニックス、川島隼人選手、契約満了と出ていますね。これ3円のリリースには契約継続中って書いてあるのかな？調べていい？調べていい？クラブホームページはどれですか？42インチのテレビで見てるけど、ヒルキ GM とマンツーで喋ってるみたいなサイズ感、なんかいいじゃないですか。仕事の面接みたいに。はい、3円ネオフェニックス。チーム情報。なんか最近僕のパソコンがすごい調子悪いんですよね。MacBook Pro を使ってるんですけど、僕が北海道にいるときに買ったやつなので、まあ逆によくまだ動いてるなって話なんだけど、北海道だから何年前ですか？もう10年ぐらい前ですか？そんなレベルだよね。まあよく動いてるなって話だよね。ダメだこれ。全然ダメ。携帯でやりましょう。サンエンニューフェニックス。クールチョイス。クールチョイス覚えてます？皆さん。なんかクールチョイスっていう企画みたいなのがあったよね。わかんないかな。ビアチェルスラフクラフツソフじゃなくて、あ、これだ。あ、川島君は。クラブとしましては契約締結に向けて引き続き交渉を続けてまいります。そりゃそうだよね。メインの選手だったもんね、サネ。なんだ、つまんねえの。これは、よそから、話が来ない限りは、再契約なんじゃないかって勝手に思ってます、僕は。だ僕が勝手に言う分には自由でしょ。だから、そういうの楽しませてよ。ちょっと、川島くんに全然別件で用があって。それで、お、ハヤト久しぶりって言ったら、お、ケンジどうしたんですかとかって言うから、あ、君のことを1億で取ろうと思うんだよねって言ったら、行くっす行くっす今行くっす荷物まとめるっすって言ってた。1億なんか出せるか。はい、次、気になる選手。あ、信州渡辺くん、いいですね。あ、この二人、くしくも大学が一緒じゃないですか、川島くんと。僕、信州の渡辺くん結構好きです。アスフレにいるときから、割と好きでしたね。どこに行くんでしょうかね。信州に戻るのか。
はたまたトライフープに行くのか、どうなることやら。でもまずトライフープは、まず今いる選手たちのをやらなければいけないので、あんまりこう予想がどうこうっていう段階ではないんですけどね。はい。気にならない、気にならない。あ、埼玉のジェーレン・ロビンソンは僕、いい選手だと思います。ちなみにですが。埼玉のマーク・セントフォート選手は僕、頭がパイナップルみたいだなと思ってます。ギフスープスのジョセフ・オールフィンガー選手は動きがカクカクしてるなと思ってます。琉球、琉球。あ、京都中村太一選手。あ、これは何なんですかね。あれですよね。大型ポイントガードの子ですよね。法政かなんかのね、うん。需要はあるんじゃないですか。サイズもあって。あ、逆にサイズがないポイントガードとかを抱えてるチームとかであれば。ね、いて困らない選手ではあるんじゃないですか。試合をこう圧倒的に支配するタイプではないように僕はまだ見受けますけれども、まあ感じ方はそれぞれですしね。京都の中村太一選手はジャーニーマンですねって言ったって、アイシンと富山の時なんかこんなカウントしないでしょ、あんなのも。ほぼいないようなもんでしょ。え、なんか別に失礼なこと言ってるつもりじゃなくて、もう本当にそうでしょ。いるのかいないのかよくわかんないぐらいの感じでしょ、多分。登録とかも多分1試合とか2試合とかそんなもんだよね。ごめんね、違ったら。俺あんま中身知らないからさ。愛媛、チェハーレス・タップスコット選手。僕結構いい選手だと思ってます。サイズがなーっていう感じですけど、まあでも、まあまあまあ、でも僕はすごくいい選手だと思いますね。B1 は厳しそうだけど、B2、B3 であれば素晴らしい活躍をするんじゃないかな、なんて思ってます。ほう。ベルテックスの近藤選手。ベルテックスで一番シュートを多分打たせてもらってた選手じゃないですかね。3円にもいましたよね、この選手、僕と入れ替わりで。八王子ビートレインズの関口サムエル選手。え？関口サムエル選手は、あれ、佐賀の後、八王子行ったんだ。へぇ。そうなんですか。あ、福島ファイヤーボンズの神原選手。神原選手は僕いいと思います。とってもバスケット IQ が高くて、ディフェンスもできるし、僕はすごくいい選手だと思います。フィジカルがそんなに高いわけではないけれども、ね、ごついとかそういうことではないんだけれども、いいディフェンダーだと思います。僕は。あと、インスピレーションのあるプレーはできるんで、いいんじゃないかなとは思いますけどね。島根のトングーク。トングーク1年で島根を満了になったんだ。そうか。行けるところあるといいですね。まあまあ、島根がどういう状況なのか僕は全く知らないですけど、ね。岩手の今井くん。これはウィングの子ですね。すごく、ディフェンスだったり、ハッスルがすごく多い選手で、ものすごく情熱を持って、プレーしてる選手ですね。僕結構今年試合中に今井くんと結構やり合ったりとかして、今井くんにウェイウェイとかって言われてて、なんだお前この野郎みたいな感じになったんですけど、僕は選手としてはすごく一チームに一人はそういう人間はいてもいいのかなとは思ったりしますね。やっぱり練習のクオリティっていうのもなんか普段の練習ってまあすごく微妙なラインなんだけれども、どこまで追い込む、やっぱり試合がメインであって試合
を皆さんお客さんの前で活躍することがメインなので、練習にじゃあ 100% 使い尽くして練習が試合ができないっていうことはすごく本末転倒だけれども、とはいえ普段の練習からやっぱりチームのエナジーであったりとかを作り出されるわけだし、成長していくわけだし、いやそういった意味でなんかこういう性格が悪そうな子、バスケットのね、普段は知らないよ、バスケットの性格が悪そうな子っていうのは1チームに1人はいてもいいんじゃないのかなとかって思ったりはしますね。はい、あと気になる選手あんまりいないな、あんまりいないな。中山くんはどっか行くとこあるでしょ、間違いなく。これを彼は、うん、大丈夫。彼は大丈夫。狩野くんも大丈夫でしょう。ニカちゃんも大丈夫でしょう。パスポート持ってるから。不入山田、葛原も大丈夫でしょう。大丈夫ってなんだよね。まあ、行くところはあるよねっていう話だね。関口サムエルは突然富山辞めて、佐賀もいつの間にか辞めて、謎すぎる人物です。そうなんですよ。僕も全然わかんないです。辞めんなって言ったんですけどね、富山の時にはね。まあ、僕なりに、お前と同じような苦しい状態を味わったことがあるけど、今我慢しないと何にも自分の手元に残らないよ、みたいな話はしたんですけど。それでもやめたということは違う何か当てがあったのか、思うところがあったのか、といった感じじゃないですか。わからないです。話してないんで。レバンガ北海道、折茂武彦、お疲れ様でした。引退ですね。これ引退撤回して富山で1年だけプレーしてくれるとかないですかね。ダメかな。バカ言ってんじゃねえって言われるかな。折茂さん、月20万でいいですかって言って。あー、怖い。あー、おっかれ。一応か、ショーン選手もあるんじゃないですか。大丈夫だと思いますね。トラソリーニ選手、僕、すごい素晴らしい選手だと思うんですけれども、どうなるんでしょうかね。これはレバンガはもうトラソリーニでは勝てないと踏んだのか、それともトラソリーニの値段をやっぱり、予算を抱えきれなかったのか、それともヘッドコーチの構想と合わなかったのか、まあ、いろいろ考えられることはありますけれども、どうなるんでしょうかね。気になりますね。葛原大地どうですか？葛原大地は全然大丈夫だと思いますよ。行くところあると思います。ディフェンスができる選手ってやっぱり、うん。僕は、すごく、あとハッスルできるんで、佐藤君だけ、坂田あたる、阿部淳、結構出ましたね。やっぱりどこのクラブも厳しいんですかね。これを見るとなかなかですね。外国人は軒並み結構満了先に出しちゃってるんですかね。これはやっぱりうちと同じで、シーズンがいつ始まるか分かんないから、来年の継続のしようもないっていう。契約の継続をしますって言って、7月8月から来てもらったとしても、じゃあ12月までシーズン始まりませんとか、ねえってなっても困るしね。来シーズンから外国籍選手のレギュレーションが変わりますが、ハンドラーやウィングの外国籍選手は増えると思いますか？どうでしょうね。仮に帰化選手とか、うんたらかんたらとかがいたとしても、40分は出れないですからね。どっちに重きを置くかじゃないですか。情報さん来てくれたら集客増えそう。どこに？岡山に？岡山は多分選手目当てでの集客っていうのはあんまり考えない方がいい。あのね、
よくね、フロントの人たちって、僕どこ、いろんなチーム行って思うんですけど、マーケットが育ってないのに、あの選手は人気だから、ああだからとかって言っても、お客さん引っ張れるレベルって、の選手っていないですから、そんなに。ね、じゃあ仮に、10人、50人、100人増えたところで、あんまり僕はそれじゃあ、取った価値があるかって言えば、そうではないと思うんですよね。その、客寄せパンダとしての商品価値ですよ。客寄せパンダっていう風に、付加価値をつけて、それを自分の売りとして出すのであれば、やっぱちょっと、50人、100人では客寄せパンダとは呼べないな、というのはあって、それをじゃあ今の日本でできる選手がどれだけいるかって言ったら、結構少ないんじゃないかなと思いますよ、僕は。ハニーカット、懐かしい選手の名前出しましたね。なんかあるかな、ライジング、佐賀、金沢武士団、武士団、サムライズ、サムライズ、金沢サムライズ、金沢サムライズ、100万石のバスケットソウル、金沢サムライズ。びっくりしたよね、最初に聞いたとき、この歌。藤高くんどこ行くんですかね。めっちゃ気になる。藤高くん好き。藤高くんが好き。なんか、めっちゃいい子。すごいいい子。なんか、いい子。ただ、なんか、体が硬い、あいつ。なんか、当たるじゃん。やっぱ似たようなポジションだから。3番とか4番とか。あと3対3もやってるしかね。痛えんだわ、あいつ。体がもう鉄でできてもサイボーグなんじゃねえかっていうぐらい体が強えんだわ、あいつ。本当に。びっくりするから。あ、シーホースの森川くん、いい選手ですよ。とってもいい選手ですね。これは多分、どこか必ず取ってもらえますね、彼は。彼がいい選手なのは、おそらくは僕はバレてるだろうとは思うんで。あんまり気にならないな。熊本の佐藤、正成くんでしたっけ。この子アスフレに昔いた子だよね。山形とかにいた子だよね。この子は割といい噂出回ってますね。そんなにしっかりとプレーを見たわけではないんですが。出た、シモンちゃん。山形バイバンズもドサーッと選手出しましたね。山形バイバンズの白人の大きいセンターのこのプレーがすごい嫌いなんですけど。あ、マスコ君好きです、好きですよ、僕。アースフレンズのマスコ君ね。とてもいい選手だと思います。でも多分同じチームというか、僕そんなに何試合も彼のデータを、こうフィルムを見たわけじゃないんで、ね、僕選手取るときにすごく僕が気にするのってディフェンスの面でのチームの約束を多分守れてるんだろうなとか守れてないんだろうなとか結構そういうところを気にしてみちゃうんで頭の部分こっちの部分を気にしちゃうんでやっぱりチームがね形になってくるのが早いと思うんですよね僕はそっちの方がそういう選手を集めた方がまあ、それはコーチの力量なのかもしれないけれどもね、選手をそうやって早い段階でまとめれないっていうのは。
柏木さん、へえ、そうなんだ。柏木さんは、ちょっと、いいですよね。柏木さん、僕、新潟行ってからのプレースタイルがすごい好きで、本当にディフェンスを頑張って、まあ、コーナーのシュートが結構多いイメージですけど、コーナーのシュートであったり、ディフェンスであったりとか、あとはプレイメイクも結構大事な場面で成功させてきたりとか、僕は新潟に行ってからの彼のプレースタイルはすごく好きですね。新潟のチーム状態がフィットしてたのかわからないですけれども。大阪エベッサ、今野翔太。まあまあまあ、この中でね、全部がカットっていうわけじゃないですからね。カット！なんか知らない名前もいっぱいあるな。そうですか。そうですかとか言われてもね、全然ピンとこないよね。宇都宮の栗原くんはどこに行くんでしょうかね。去年最後山形に期限付き移籍で行きましたけれども。まあ、やっぱ怪我がずっと多い選手で、怪我を多分、ね、各チームの首脳陣は気にしてるんだろうなとか思うんですけど、もうパッと2試合見た限りは動けてはいましたね。ただ、まあ合流したばっかりで多分チームが全く噛み合ってないんだろうなっていうのと、あとはちょっと山形のバスケットのレベルがそんなにいいレベルでプレーしてなかったんで、まあ多分その辺なのかなとか思ったりしますね。まさきりょうくんも気になりますね。ディフェンスができて、シュートが、まあだからシューター、ディフェンスができるシューターってどこのチームに行ってもすごく重宝されますよね。どれだけ使われるかはまた別の話だけれども。だからこれを見てるシューターの良い子の諸君は、ディフェンスができるようになると、すごく潰しが効きますよ。どこのチームに行っても。本当に。本当に。伊達に 3&D っていうのが流行ってるわけじゃないですからね。別に流行りが全てじゃないし、それが正しいわけじゃないけど、流行るってことは需要があるってことだから。なるほどね。なるほどね。ああ、本間良太郎くんね。京都綿貫くんね。石井アンナちゃん、どうもこんにちは。今まだアメリカにいるのかな。強いチームはディフェンス強いですもんね。というか、まあ、チームによって考え方はもちろんまちまちでしょうし、オフェンシブなチームはね、それでいいと思うんだけれども、ディフェンスをやっぱりしっかりと組み立てたいコーチとかチームからすると、ディフェンスができない選手が、やっぱり計算しづらくて出しておくのがすごくわからない。やっぱりオフェンスってシュート入るときも、なんか、こいつ出しときゃ間違いなく10点取ってくるでしょっていう選手ってそんなにいないわけで、その時のファウルの状態だったりもあるし、他のチームメイトがシュート打っちゃうこともあるし、他のチームメイトがフリーになることもあるし。だから、なかなか、あんまり、僕、得点をどう取ったとかっていうのは、あんまり評価したくないんで、っていうことでいくと、やっぱり、もう安心して出せるっていう一番の要因を作ってくれるのは、ディフェンスの部分とバスケット IQ かな、エクスキューションの能力かなって僕は思っちゃいますけれどもね。選手の中で自由にやらせてもらえる選手なんて、すごく限られてて、
そうじゃない選手はやっぱり役割をどれだけ遂行できるかっていうところだと思うんですよね。でそれをやっぱり理解できない選手がね、どこの B1、B2、B3 だろうがやっぱり多いですからね。うん、あワイスダンもいいですね。ワイスダン今いたら欲しいですね。ワイスダン、前世紀のワイスダンいたら取り行きたいですね。何を言ってるんだ。何を言ってるんだ、君は。青森の宮越くんいいですね。エクセレンスの樋口くんもそうなんだ。へえ。エクセレンスビッグマンどうするんだろうね。斉藤豊さんだけで行くのかな。シュートセレクションができる選手が見てて安心できます。シュートセレクションができるってことは、シュートセレクションが良い選手は見てて安心できるっていうコメントでいいのかな。プロのレベルになって、シュートセレクションが悪いっていうことがそもそも、すげえいけてないですよね。チームのコンセプトを理解してないってことだし、チームのコンセプトを理解してないってことは、やっぱりコーチングの求めるものを別に表現、しようと努力してないっていうことだと思うんで、僕は。特にロールプレイヤーであればそうかなって僕は思いますね。まあで逆に言えば、それは選手たちだけが悪いわけじゃなくて、例えばコーチングスタッフがコンセプトを、理解させる。まあよくアメリカではバイインって言うんですけど、そのコンセプトに対してしっかりと真摯に取り組むみたいな言い方になるのかな、訳すと。そのコンセプトに対してしっかりと向き合っていく、取り組んでいくっていうのを、選手に理解させるのはそれはコーチの責任なんで、うん。意外に選手が悪いわけではないよね。あれ、越谷の磯野くんってこれ途中から入った日体かなんかのダンクできる子だよね。もう満了になったんだ。あんま合わなかったのかな。試してみたけど合いませんでしたとかなのかな。スタッツしか見ていないのですが、岡山の向井雄介はどんな選手なのでしょうか。岡山の向井選手はあまり喋らない子です。でしてます。あと飯めっちゃ食うイメージ。シュートめちゃくちゃ入りますよ。それこそ B1 の選手、フリーだったら B1 の選手とかと同じぐらい入ると思います。ね、まあでも本人もいろいろと課題はまだまだあるでしょうけれども、今年、最も成長してくれた選手のうちの一人ではあります。で、すごく真面目です。はい。って言って、この寿司ポリスの人が実は違う球団のなんか、スタッフの人とかで、おい、向井人間性いいんだったら取りに行こうかとか言われてんだったら、ちょっとなんか、おい、みたいになるけど。そうそう。あのね、まあ、向井にしろ、ほら、さっき名前挙げた選手たちにしろ、僕はやっぱり彼らにいいキャリアを歩んでほしいんで、もちろんクラブを成功させることが僕の仕事なんで、クラブを勝たせたり、クラブを成功させたりすることが僕の仕事なんで、本当に、手放してはいけない選手で、がいた場合にはもちろん全力で引き止める努力はするんだけれども、両方いる二つ理由があって、B3 ってまずそんなに引き止めるほどの予算がない。それこそ B2 の上の方とか B1 とかのクラブが、ね、ポンって、じゃあもう1000万円弱出しますよとかって言われたら、もう B3 で太刀打ちできるクラブ一個もないです。ああ、佐賀はできるわ。だけど、できないんだわ。っていうことは、もうある程度諦めなきゃいけないんで、それをさ、契約でがんじがらみにしてさ、いやー、なんか、どこぞの B1 のチームが来年900万出してくれるよって言ってるけど、うちの契約が400万で残ってるから、じゃあ来年も400でね、ざまあみたいなことはあんまりしたくなくて、が1個目の理由ね。で、2個目の理由は、2個目の理由っていうか、まあ、ポリシー、僕の、は、正直 B3 レベルだと、
引き止めてお金をすごく予算から無理やり出して予算を圧迫してじゃあ外国人選手であったり他に取るべきところにお金をかけれなかったりとかやりくりしなきゃいけなくなるぐらいに引き止めなきゃいけない選手っていうのはあの B3 では僕は存在しないと思います。一人もいないんじゃないかな。 B3 でそんな圧倒的な選手いる？もう無理してお金を出さないと絶対チームがもう成り立たなくなっちゃうからもう予算無理やりそこに出そうみたいな選手いないでしょ。いないよね。一人もいないと思うわ。小松、天翼。いやえ、いい選手なんだよ。それは勘違いしないでね。僕は彼らはとてもいい選手だと思うし、いい選手だから彼らは活躍できたと思うんだけれども。かといって、じゃあ B3 の予算の中でもう無理やり他のところを潰してまで乗せなきゃいけないのかって言ったら、多分、すいません。今年はありがとうございました。来年は抱える余裕がないのでごめんなさいっていうだろうな、どこの会社も。であれば、まあ、よそでいい契約があるんだったら、行ってもらった方がいいよね、多分。まあ、今、たまたま2人、全然関係ないチームの選手の名前出しましたけれども。意外といい選手だから取っときたいよね、とかっていうのが、そんなに成り立たないというか、いい選手だけどきっと出てくよねぐらいの感じですね。出てくよね。うん、そうだね。うん。だって予算がどれぐらい成長するかっていうのは結構予想できるというか、じゃあ来年からいきなり5億のバジェットになったりはしないし、うちが。で、その中で、うん、まあ、しょうがないだろうなっていうのはあったりはします。ウンバイとボーズマン、どっちが好きですか？あー、いいね。いい質問ですね。フランス代表のアマット・ウンバイと、UCLA キャプテンで東芝とかにいた、セドリック・ボーズマン、どっちが好きですか？いい質問だね。だから、オフェンスとディフェンスの対比ってことだよね、その質問はね。ウンバイかな。なんでかっていうと、ボーズマンはすごくディフェンスもできるし、エクスキューションもできるんだけれども、ゲームはやっぱり決めては来ないかな。ちょっとやっぱりロールプレイヤーすぎる。っていうのが、チームによる。だから彼が、それこそ栃木とか三河みたいな日本人がもうゴロゴロアホみたいにいるチームだったら、ある程度うまくいくのかな、なんて思ったりはするけれども。そうじゃなくて、まだこう、うまくやりくりしてるチームとかで、ボーズマン入れたとしても、やっぱ、最後のフィニッシュブローに多分かけちゃうんじゃないかな、と思います。僕の GM 的感性です。ジャマール・ソープはどうですか？ジャマール・ソープはもうなんか、まだ在籍したことないチームがないんじゃないかっていうぐらい、あっちこっち行ってますよね。三田丈太郎。へえ、荒尾学、へえ、外国人が多いですね。あ、この辺はもうコロナの出だした時期だからっていう感じなのね。契約解除オンパレードは。返した。もうまとめてバババーって返してる時期だね。これ多分。2月、3月は。なるほど、なるほど。小野龍馬の移籍先も気になりますね。どこ行く、どこにフィットしますかね、逆に彼。三河とかどうですか？ない。違う。沖縄とか。違う。
沖縄いいんじゃないの、意外と。富山なら合いそうじゃないですか。いやー、3番じゃないかな、龍門は。3番やらしとった方がいいと思うな。彼がやっぱりスペースを広げることができるんで、まあまあ、だからそういった、だから富山の3番だったらいいんじゃない？大地さんの代わりとかじゃなくて。北海道、この子富山の子だよね、確かね。富山は別にいいんじゃない？ジョッシュやレオはやっぱりお高いんでしょうか？お高いでしょうね、それはもう。琉球は三原さんいますから。で、逆に三原さんは4番じゃないですか、彼は。いや、役割被んないんじゃない？三原が4番で、外国人とかのセカンドユニットとかで出てきたりとかしてシュートを沈めたり、彼パスもできるイメージなんで僕は。で、どちらかというと龍門は。スミスとバッツだったら、ヒルキさんでもスミス取ります。僕はバッツ取りますかね。あくまで僕ですけどね。いや、まあ、スミスが大体どれぐらいの金額かなんか知ってるんで、僕だったらバッツですかね。スミスは半端じゃないですけどね、マジで。無敵っすからね。あれは、あれはすごいっすよ、本当に。バスケット、あんな理不尽なバスケットは僕見たことあるのかなっていうぐらい理不尽でしたね。でもまあ僕がチーム作るんだったらバッツの方がいいかなって思います。1年で勝てって言われるんだったらスミス取ります。いや、選手としての単純な影響力は多分スミスの方が全然断然ですよ。特にコンディションが万全であれば。でもほら、チームって別にその年だけを、まあだから考え方によりと思いますよね。その年でもう本当に優勝してこなきゃいけないのかとか、まだチームビルディングをしてる段階なのかとかっていうので、まあ、また変わってくると思うし、スミスのゴリゴリ見てるとジャイ・ルイスを思い出すので、ジャイとか比べ物にならないです。ジャイはどちらかというと器用な選手だったんですよ。スリーポイントも打てるし、ドリブルもできるし、パスもできるし、何よりも頭がむちゃくちゃ良かった。スミスはどちらかというと、もうなんかラオウス。無敵っす。すごいっす。もう本当に圧倒的。ということで、ああ、なんだかんだ人増えましたね。ありがとうございます。はい、皆さん残り1分半あるんで、ちょっとでも面白かったな、ちょっとでも面白いこと言ってたなって思う人は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、グッドボタンね。これかね、これね。こっちか。こっちか。わかんないけど。ぜひお願いします。皆さんのワンクリックで、僕らの活動の支援になりますんで、ぜひともよろしくお願いいたしますね。あ、もちろんしました。はい、ありがとうございます。ちょっといつまで僕一人の状態になるかはわからないんですけれども、まあなるべく、早く契約の状況とかも皆さんにどん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 お知らせして、来年どんなチームになるんだろうっていうのを皆さんがこうワクワクな気持ちを持てるようにしていきたいと思います。いいね押しておきます。はい、ありがとうございます。なんでね、満了になった選手とかもできればね、出したら面白いかなとは思うんですよ。そういった選手たちのこう生の声も聞きたいと思いますし、まあ、ただほら選手もね、次の移籍先だったりとかいろいろ考えなきゃいけないことがあるから忙しいかもしれないからね、まあ、そこはうまくいけばっていう感じで、はい、じゃあ今夜はこんなところで
ありがとうございました。またね。